フルミネンシジ・フェイラ FC は、ブラジル・バイア州、フェイラでサンタナにホームを置く、サッカークラブである。クラブ名は、リオデジャネイロにある、フルミネンセ FC に由来する。キットとクラブロゴもまた、リオデジャネイロのフルミネンセに非常に似たものを、使用している。クラブの愛称、トールドセルトンは、干ばつ地域のお牛を意味する。マスコットはお牛。 1941年1月1日創設。1954年にプロチームとなった。それから2年後の1956年にカンピオナート・バイアーノに準優勝した。1963年にカンピオナート・バイアーノに優勝し、最初のプロタイトルを獲得。1969年に2度目のタイトルを手にした。1992年、フルミネンセ・フェイラは、 カンピオナートブラジレーロセリエ C の決勝で、トゥナルーゾ・ブラジレーラに敗れ、準優勝した。しかし、翌1993年は、リーグの再編により、カンピオナートブラジレーロセリエ B 及びセリエ C が、存在しなかったため、どちらのクラブも昇格できなかった。1998年、カンピオナートバイヤーの一部で12チーム中10位に、終わり、2部に降格した。 1999年のカンピオナーとバイアーの2部では、コロコロ FR に次いで2位となり、翌年に1部へ昇格した。ホームスタジアムは、ジョイア・ダ・プリンセーザの愛称で知られるエスタジオ・アウベルト・オリベーラ。1953年に建造され、16,274人、収容。ありがとうございます。